レアルソシエダの日本代表 MF 久保建英に今週末出場の可能性だ。今季もソシエダの中心となる22歳のレフティー。3月31日に行われたラリーが第30節のアラベス戦で右足ハムストリングの違和感により、前半終了を待たずしてピッチを後にした。SNS、久保建英がトレーニング復帰。幸いにも大事に至らなかったようで、12日のトレーニングで復帰。今週末の14日に行われるラリーが第31節のアルメリア戦に出られるのかどうかが注目される。スペイン、マルカによると、イマノル・アルグアシル監督は会見で右膝の手術を受け、欠場が続くカルロス・フェルナンデスと揃っての練習復帰を認め、出場の可能性を示唆した。カルロスと久保の復帰は良い知らせだ。カルロスはしばらく別メニューが続いたが、今日は活動量の少ないものだったから、チームと一緒に練習ができて良かった。復帰に近づいているよ。タケは小さな怪我をして、様子を見る状況だったが、日曜日に向けて準備できているだろう。残り8試合で6位のソシエダにとって、この終盤戦は来季もヨーロッパ大会に出る上で正念場。久保の復帰は朗報と言える。